はい皆さんこんにちは今日の授業からですね二倍角の公式というものについて話をしていきたいと思います二倍角の公式ねでは今日のテーマをまず確認していきますサインコサインの二倍角の公式と書いてありますまずね、この二倍角の意味から説明していきますちょっと影になってしまってるんですけどもはい。ここの黄色のチョークで書いたところなんです 二シーターはシーターから見て、二倍だから。二倍角の公式という呼び方をしているんです。もう一回言います。二シーターはシーターから見て、確かに二倍ですよね。そのために、二倍角の公式という名前がついてるんです。二倍角の公式というのは、この二シーターを使った関係式なんです。二シーターを使った関係式ね。そうすると、二倍角の公式は、サインの二シーター、コサインの二シーター。 そしてタンジェントの2シーターという三種類の公式があります今日の授業ではそのうちサインとコサインの二倍角ね、サイン2シーターコサイン2シーターについての話をしていきますまずね二倍角の公式というのは何を使って得られるかっていう話をしておきます加法定理を勉強したときにサインカッコアルファプラスベータそしてコサインカッコアルファプラスベータを学習してきましたよね サイン括弧アルファプラスベータ、コサイン括弧アルファプラスベータね。そのアルファとベータをアルファイコールベータイコールシータね。アルファとベータをシータにして、サイン括弧シータプラスシータを計算していきますとどうなるか。サイン括弧シータプラスシータね。サインの2シータの関係式が出てきます。加法定理を用いてガリ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 計算して整理していくと。 サインの二倍角の公式、サイン二シーターは、二倍のサインシーター、コサインシーターね。非常に短い関係式です。これは覚えやすいんです。サインの二シーターは、二倍のサインシーターかけるコサインシーターね。では、コサインの二倍角はどうやって計算されるか。アルファとベータがともにシーターだと。コサイン、かっこ、アルファ足すベータね。コサイン、かっこ、アルファ足すベータをばらしていくと。コサイン二シーターの関係式は、このように現れます。 イコールがーーーーが計シーターが計算算結結果果ででで出出ててききまますすすいいねところでこの後ろにいる sin ーーはこの記号はイコールを縦に書いたものです。サイ,ンシーターイコールと書き換えることができます。そうすると 前にいるコサイン二乗シーターと後ろの一マイナスコサイン二乗シーターをつなげてあげるとこういう計算になるんですね。コサイン二乗マイナス一プラスコサイン二乗シーターで合わせてコサイン二シーターは二倍のコサイン二乗シータ引く一とこの計算で書き直すことができます。これを今カッコ一としたんですけどもねコサインの二シーターはコサインの二次式で表せます。これ非常によく使う公式なので。

2倍角の公式というのはね、この丸 ② の1行目の式よりも ①② の関係式を使うことが非常に多いんですコサインの2倍角の公式はこの3種類頭の中にインプットしてくださいねコサイン次乗マイナスサイン次乗が1つその次が2コサイン次乗 -1 その次が1マイナス2サイン次乗の形ですこの3つをしっかりと頭の中に入れておいてくださいそして今言いましたように 二シーターはシーターから見ると二倍ですよね。そのために二倍。がここの二シーターをさしている二シーターはシーターから見れば二倍ですよね。そのような意味で、二倍角の公式という名前がついています。では、そろそろ、この丸一、丸二の括弧一、括弧二ね。これを使った例題に入っていきたいと思います。はい、では、例題を確認していきます。 次の問いに答えようで1が出てます1の問題が解き終えたら次2の問題が出てきます1コサインアルファイコールマイナス3分の1のときコ,コサイン2アルファの値を求めようですさてコサインの2アルファです2倍角の公式を使うのは理解できますよねコサインの2倍角の公式は3種類あったんですオープニングのところで

うちの二倍角の公式でどれを使うのかと聞いてるわけです。ちょっとここに線を引きます。赤の波線を引きます。与えられているのはコサインだけなんです。コサインの条件なんです。コサインアルファイコールマイナス三分のしね。コサインが条件として与えられている。だったら、このコサイン二アルファは。三種類あった関係式のうちの。丸二のかっこ一を使っていくんです。丸二のかっこ一ね。 じゃ、あそれちょっと書いてみますね。コサイン二アルファを。丸二の括弧一を使うと、どういう形になるか。ポイントと一を書いていきましょうね。オープニングの。ポイントのところの。 丸2の括弧コ1です。2コサイン二乗アルファ引く1ね与えられたのがコサインアルファだけの条件だからこのポイント丸2の括弧コ1を使えばコサイン二アルファの値が得られるわけです。じゃあマイナス3分の1をここに代入していくと。 マイナス3分の1の括弧事情は9分の1ねそうすると9分の2になりますね低い19分の2低い1イコールマイナス9分の7はい 全体の流れ分かりました与えられた条件がコサインアルファに関するものだから使う公式はポイント丸 ② のカッコ1の2コサイン次乗アルファ -1 で書き直し条件式を代入して計算したわけですはい出てきた値はマイナス9分の7ねカッコ1番の問題の意味わかりましたコサインの2倍角は3種類の式がありますからどれを使っていくのか 問題の条件に合わせて考えていくということです。それでは括弧一の解説はここまでとし、次括弧二に入っていきます。では括弧二の問題を確認しましょう。サインアルファイコールルート三分の一の時。コサイン二アルファの値を求めようです。もうみんな気がついたよね。黄色の波線引きました。 与えられた条件はサインアルファだけなのです。求める値はコサイン二アルファね。つまり。今回は二倍角の公式のうちね。コサインの二アルファですよね。与えられた条件がサインの条件ですから。コサイン二アルファイコール一マイナス二サイン。二乗アルファを使っていくわけです。これが。 オープニングのポイントと書いたポイントの2の式ですはいポイントの2って書きましたけどなぜこれを使うか分かったでしょう与えられた条件がサインだからサインが入る2倍角の公式を使うわけです。ではをここに代入していけばいいわけです。 一マイナス二サイン二乗アルファの箇所にルート三分の一が今代入されたよね。はい、ルート三分の一の二乗は三分の一に,、ね OK ね、になりますから。一引く三分の二は見えますよね。一引く三分の二はオッケーだよね。ルート三分の一の二乗は三分の一になりますから。一引く三分の二で出てくる計算式は三分の一。 はいえー、ちょっとね影になったかもしれないからもう一回全体像を眺めてください与えられた条件は sinα=√ 条件が sin だから cos2α は1ス2倍の sin 次乗 α にする sin 次乗 α のところに与えられた条件√ 3分の1を代入して計算していくと 1=3 分の 2=3 分の1点点点答えとなったわけです。はいこれで コサインの二倍角の公式は三種類あるけども使い分けが必要だということに気がつきましたよねでは例題の解説はここまでとしますはいでは練習問題に入っていきます練習問題の方はサインアルファイコール四分の三、アルファは ゼロより大、二分のパイより小アルファは第一証言の各鋭角として与えられていますね。この時次の値を求めるので三種類あります。まずサインアルファイコール四分の三からスタートして最初がコサインアルファです。コサインアルファの値が分かればサインとコサインの値が分かれば。サインの二アルファ二倍角の公式を使えばすぐに出てきます。まず括弧一番ですけれども、括弧一番は図を括弧とから始めるわけですよね。はい。 サインの意味斜辺が4サインアルファイコール4分の3の意味斜辺が4高さが3ですまあちょっと直角三角形をくとこういう形になってるわけですはっきり見えるかなサインアルファが4分の3アルファ A 角、ね、第一条件の角斜辺が4高さが3 三平方の定理を使って底辺を求めましょう。暗算でいいかな。斜辺の二乗引く高さの二乗四四十六引く左端が九ね、十六引く九七が見えました。ということはここは三平方の定理を使ってルート七が底辺に見えましたね。ということはコサインは斜辺分の底辺ですからこれよりコサインアルファは斜辺分の底辺。 四分のルート七となります。はい。今コサインアルファが求められました。カッコ二番はサイン二アルファです。サインの二倍角の公式を使って計算する問題です。サイン二アルファですからサインの二倍角ね。これは短い公式ね、シンプルな覚えやすい公式でした。二倍の サインアルファ代入していきますよはは分分ののそうすると、えー、分母は16ですけども2が入ってますから8分のになります。 8分の3ルート7、8分の3ルートだね。えー、ちょっとここに点点点答えと書くとこちらに接触するね。この下にね、点点点答えと入れさせてもらいます。サインの2倍角の公式は簡単で覚えやすいでしょう。 アルファ =2 倍の sinαcosα 問題条件で sinα が4分の3と分かっていたカッコ1番で cosα の値が求められていたわけです。ではカッコ3番コサインの計算ねじゃあカッコ3番ここに入れちゃいますよ。の計算ね。 えー、サインアルファを使ってやっていきましょう。サインアルファが四分の三ですから、一マイナス二倍のサイン二乗アルファイコール一マイナス二倍のサインの値は四分の三です。それをここに代入すると四分の三の二乗かな。 はい、ここは十六分の九、ここの暗算大丈夫かな。十六分の九ね、二がかかってるから、十六分の九が。二、二がかかって、分母が八分の二変あります。八分の九です。一引く八分の九ね、マイナス八分の一なんです。 はい、コサイン、括弧三番はコサインアルイコール一マイナス二サイン二乗アルファで。サインアルファの箇所に最初の条件、四分の三を代入して。一引く八分の九でマイナス八分の一が求める値でした。でもね、えっ、ー、と括弧三番はね、別解もやってみますから、一旦ね。ここで切って別解を紹介します。はい、ではね、括弧三の続きで。 えー、コサインのニアルファの値の求め方の別解やっておきます。コサインのニアルファね、コサインを使って表現することもできましたよね。最初のメイン回答は最初のメイン回答は1マイナス2サイン二乗アルファだったんです。コサインを使ってもいいは,いいはずです。コサインアルファはカッコ1で4分のルート7だったんです。 括弧 1>, 1の答えでコサインアルファは4分のルート7でした。それを代入したんです。そうするとこれ16分の7で2がはい2がかけられてますから8分の7です。8分の7引く1マイナス8分の1が出てきます。 こういうふうにコサインで表して括弧1の答えを代入したのでもいいわけです。ね、あのコサインの二倍角の公式は括弧一括弧2とあったから、どっちでやってもいいんだっていう話がしたかったわけです。では別解はここまでですよ。はい、では今日の授業のまとめをしておきます。今日は二倍角の公式についての説明でした。 サイン2シーターは2倍のサインシーターかけるコサインシーターこれ非常に短くて覚えやすい公式。でもコサインの2倍角は注意してください。3種類ありますけれども。実際に問題で使うのは。この括弧1または括弧2が多いんです。括弧1の使い方は。条件がコサインであれば括弧1を使う。条件がサインで与えられたら括弧2を使う。この使い分けをしっかりと。例題。および練習問題を通して。 頭の中にしっかりとインプットしておいてください。それではこれで今日の授業は終わりにします。はい、皆さんお疲れ様でした。